おはようございます。釣り子 TV です。ガマカツの新作フック売ってましたね。ワームフックの LD マスターっていうことで、これはあのフィッシングショーのガマカツブースでもね、食い入るように眺めていたんですけども、これ使いてえなと思って、でいよいよ店頭に並んでいたっていうことで、これ40番ね、まずね、で、はい、30番ね、はい、20番はい、10番ね、最後1番、とりあえず全種類買ってきましたね。えどのワームにどれかってね、こう悩んで釣り具屋さんで、どうしようかな、30と1番にしようかな、いや20もいいしな、でも40も使いそうだよな、10もやっぱり気になるなとか、いろいろ検討した結果ですね、まあ、とりあえず全部買っとけとね、もう間違いねえだろ、うん、まあプロデュースしてる人、素材、ね、価格、いろいろ考えてもこれは、まあ、全種類買うべきだと思ってね、大人買いしてきましたね。いろんなワームに使ってみたいので、ちょっとねとりあえず吊るしの、これね、これ多分全サイズだと思うんですが、裏にか、うん、そうですね、全サイズ買ってきちゃいましたね。まあ数々のこのこだわりが詰まった針っていうことで、まあちょっとまあ開けていきたいと思います。40番ね、開けてますかね。はい、40番、これがねフッ素加工してあってツルツルですね。まあね、本当一長一短はあると思うんですけど、まあ、刺さりやすい代わりに抜けやすいなんていう、そういった噂もよく聞くんですけども、でもね、なんかされてないよりされてる方がいいのかななんて、感じ始める今日この頃なんですが、まあここら辺はね、いろいろ使い込んでみて、いろいろ分かってくるんじゃないかな。でもこういった太い線形、これね比較的ねえ、なんか太いんですよ。こういった針で、ね、このフッ素加工っていうのはまあ一ついいんじゃないかな。で結構、まあ、コンパクトだけど、ちゃんと返しがガチッとついていてってなると、逆にこの返しがないとね、つるっと刺さる分つるっと抜けるようなんてよく聞くんですけども、どうでしょうか、こんな感じの形ですが。ね、リーダーレスダウンショットにぴったりと、まあ、直リグとかいろんな呼び方ありますけどね、そういったのにベストマッチだよっていうことで販売されていたので、で本当ね、最近はちょっとカバーに何か打ち込むんだよなんていう釣りの時はね、本当スルスルって入っていくもんで、リーダーレスダウンショット、まあ、先日もね、久しぶりにその 7g 背負わせて、あとベコンクローとかくっつけたりしてね、ああ行ったので魚が釣れてくれたりしたんですけども、でいろんな針を試していたんですが、まあ、リーダーレスダウンショットに専用のでガマカツのフッ素加工のしている、こうちょっとね気になる要素が全部詰まってるっていうことで、思わずですね店頭で、手に取って、で気がついたら全種類こうカゴの中に入れていたということなんですけども、このねいろいろね秘密があるんで、まあ表紙のところには、まあ高高度、高人性トーナメントグレードワイヤーですね、でリーダーレスダウンショットリグにおいてワーム着底姿勢が安定するということで、推奨ラインは10ポンドから20ポンドほどの、まあちょっとね強めの糸でガッチリ合わせる釣りにいいんじゃないかっていう風に書いてあります。でナノスムースコートですよね。この技術自体は結構ね、結構前からあるんですよね。でなかなかバスのラインナップに降りてこなかったんですよね。ほんとチヌバリとか、あとは渓流の餌釣りの針とかね、そういったのにはずっとこう結構前からナノスムースコートってね、搭載されてるんですけども、
バスのね、やはりいろんなラインナップがまかつ出てますけど、あれにどうにもなんかなくて、どうなってんのかなと思って、かたやあの台湾なんかあのサクサスなんていう似たような機構はどんどんねバスのラインナップにも増えていって、そういった中でガマカツでフッ素加工、これでバス釣り用の針ね、出てこないかなと思っていたところ、この最近練習中のマチカリグリーダーレスダウンショットに特化した針の形で、できてきたよということで買ってきました。で裏にね秘密が書いてあります。まずですね、あのアイがラージアイ採用によりリーダーレスダウンショットをリグで使用する際のスイベルやスプリットリングの稼働がスムーズ。ここの今つまんでいるアイの部分がこれラージアイ、ここがこの針の大きさにしてはちょっと大きめのアイを使っているから、まあ、ここにそのスプリットリングを背負わせたり、そういったスイベルとかいろいろつけやすいよ、で可動域も広く取れるんでスルスルと動きやすいよっていうところと、あとトーナメント、グレードワイヤーです。これは貫通力重視のエントリーアングルとナノスムースコートにより抜群のフッキング性能を発揮っていうことで、あとですねここフロントシャンクを長くすることでワームヘッド部のホールド性をアップ。あ、これ最近買ったなんかカルティバのハリーにもなんかここをちょっと長く持たせることによって、なんだ、まあ結構ね時代は同じ方に向かっていってるんですかね。ちょっとここのワーム保持部分を長くするっていう作りがちょっと最近のトレンドみたいですね。で、ここの特徴的なこの、まあ、Z の形っていうか、ここにも秘密があって、オフセット幅を短くしワームとシャンクができるだけ沿うように設計、着底時のワームの横倒れを防ぎ姿勢が安定。ここがね短くなっていることによってワームがこうつくんですかね、こうついた時にこう着底した時にこの姿勢を、保持しやすくなるなんていう風に書いてあるんですけども、これってのがね、あのベコンクローなんか、手の爪のところにこう空気をはらむね、ちょっとギュッてこう上に上がるような機構なんかついてるワームなんかと組み合わせたら、こう推定でピッてこうピッて威嚇するような、ピッてこう上向いてくれるんじゃないかななんていうのが、期待できると、勝手に想像しているんですけども、まあ何にしてもね、ああいうカバーの釣りなので、その、まあ食う魚は入れるとこにさえ入れれば比較的ガチッと食ってくる、まあそういうところに入れるから、まあちょっとベイトフィネスっていうよりも、まあ強めのミディアムヘビーとかね、あのまあ、人によっては、まあ、自分なんか多分 H パワーの竿なんかでもやっちゃうと思うんですけども、そういったので、まあ、デカバスが潜んでいそうな最奥のカバーに放り込んだ時に「えいや!」って力強いフッキングをしても、なんかビクともしなそうな、このね、まあ、ほんとビクともしないんですけども、こういった強さの針であること、あとこの頭がトゥルンとこう重りが先行してね入っていきますから、頭がトゥルンと入った後にこの形、ズポッてこう入ってくれそうな、この頭がこうすぼまった突き刺さるようなこのね、このこっちから設置してきますからね、重りがついていてスッて入っていって、もじもじょもじょもじょってこうシェイク、することによってもぞもぞって入れると、トゥルトゥルトゥルツポンって入ってくれそうな、この感じの形ですね。これがもうね、使ってみたいなって、ね、福島プロがですね、もう超絶釣り馬の福島、県プロがプロデュースしているっていうところも、味噌ですよね。あの人の、まあ自分なんかちょっとこれとは違いますけどね、ギズモとかね、
当にどんだけ釣り込んでんだろうっていう、その末に出てくるルアーが多いイメージがあって、針一つとっても多分相当こだわって作ってんだろうなって、もう想像に、まあ絶対そうだろうなって想像できちゃうんで、じゃあ買いたくなっちゃいますよね。流儀の針なんかもね、本当それぞれのプロの意向を反映したようなものすごいデザインの、あそこそうしてほしかったっていうすごい針いっぱい出てますけどね。まあ老舗ガマカツさんから満を持してですね、まあリーダーレスダウンショットやんだったらこれだろうっていう、こういう自信作が出てきたっていう、これはもう全部買いですよね。まあ、小さいのはちょっと小さめの1番とかね、ちょっと使ってみたいやっぱワームがあって、でまあ10番ね、そうですね、まあカットテールとかな、カットテールとかのトゥルンって入れたい時にちょっと使ってみたいな、4インチとか 3.5 インチ、まあ4インチですかね、それをやるのにやってみたいな。まあ20番って一番まあ基本の木みたいなね、関東で釣りするとまあ20番って基本の木ですよね。まあドライブクローであるとか、まあ3インチ前後のなんかクロー系ワームとかね、ああいったのをやりたい時はまあ20番だね。30番、あベコンクロー、一番大好きなベコンクローで使うときはここら辺なんじゃないかな、なんていう風に今のところ想像してるんで、まあ30番も逃せないな。でこの40番ね、40番まあブルフラットとかにはちょっとね小さいのかな、ただブルフラットのね中盤サイズね、今いろんなサイズ展開あるから、ギル系ワームの、そうバカでかいのじゃなくて中盤サイズなんかにはまあここら辺まで、40番っていうサイズまで、ねこういったサイズが使いやすいんじゃないかなと。あとはジャンボグラブとかね、そういったのまあそうですね、まあリーダーレスダウンショットにナイスな針だよっていうことなんですけども、ぜひねヘビキャロとかキャロライナかな、まあそういったところの釣りなんかにもそのまんまスッと使えそうな、何にしてもちょっとこれデカバス食うかもしれねえなんていうタイミングではこの線形を生かしてですね、ちょっと強めな勝負を仕掛けたい時なんていうのは結び機会が増えてくるんじゃないかな、まあちょっといろんな釣りでね試してみたいななんていうふうに思って買ってきてみました。というわけで本日の釣り子 TV はガマカツのですね新作のワームフックっていうことで、LD マスター、この針をとりあえずですね全部のサイズ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。